まだ寝ないの？起こしちゃったか。ごめんな、もう寝るよ。幼稚園のタオル、新しいの作っといたから明日持って行ってな。兄さん、タオルお店で買ったの持ってくる子が多いよ。名前もマジックで書いてる子がほとんどだよ。